あら、タワーリコさん、お久しぶりですね。タワーリコだからね、言っとくけど。すげえ猛者だからね、やばい。先生、猛者がなくなっちゃったよ。トレッドビーム。建築バトルな、もうなんか初期設定の限界を感じるよね。なんかな、ボタンの編集ボタンを変えたいんだよな。なんかあの丸使いたくないもん。バツはいいんだけどさ、なんとかな、今んとこなってんだけどさ、編集ボタンの丸だとさ、エイムがやっぱ動かせないからさ、とっさにできないんだよね。あ、ね、この右スティックさ、右スティックな、長押しをこれ変えちゃえばいいんじゃないの、これボタン編集よくね。初期設定、初期持ちの方は編集切り替え、これか。え、うん、そうだよね。これをトラップ修正、ね、どうすりゃいいのこれ。何これ、わかんないよ。これをね、R3、 いや、ダッシュはどうすんの。これを L3 だよね。 L ちゃん、 L3 にすればいいんだよね、うん、これか、うん、ん、なんだお前。いや、違う、あ、分かんなくなってきた。あー、やばい。違う、お前丸は何するの。じゃあ逆に、え、もう分かんなくなってきた、もうやばい。もうやだ、もう、何、全然意味わかんない。何、だから L はさ、ダメなんだって。オートダッシュが配信者として変えられない。だから、あの、普通持ちなの、わかる？普通持ち、初期設定の人しかできないような、あの、もうだから親指どっ、おい、丸がなくなっちゃった。編集ボタンなくなっちゃった。あー、編集ボタンがなくなっちゃったよ。おい、俺の編集ボタン返してくれよ。ねえ、丸がなくなっちゃった、どうしよう。ごめんなさい、丸を返してください。あ、初期化しよう、押すとリセット。これビルダープロだよね。シェーキッキッ、あ、誰か来た。来た、これだ。もう敵はいるんだよ、戦いは始まっているんだ。もう機種変と一緒だねこれね。もうあの携帯ショップの機種変更、もうわけわかんない未知の世界に入り込んで、もう頭がおかしくなるぐらい、もう機種変だこれは。うん、機種変、もうフォートナイトで設定をいじることは僕にとってはもう機種変更と一緒。もうよくわかんないよ、ほんとやだ。お、敵がいるぞ。初期スキンだ。めっちゃいたぜ。フェイジジー、Oh my goodness, GG! 危ない。
ほら、やった。もうやだやだやだ、あーあーあああ結局普通に丸でやっちゃってるし、編集。おい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 、変えた意味だろ。普通に丸でやっちゃってるよ。笑えないよ。おい、笑えないよ、本当に。どうしてこの癖やっていうのは抜けないのかしら、本当に。普通にやっちゃってんだけど、これやんなくてよかったんじゃない、別に。ん？うわ、びっくりした。始まった始まった、ほら、この左スティックを押さない、あ、エイムリングめちゃくちゃつけとけばいいのか。え、左スティックエイムリングめっちゃつけようかな、これ。押しにくくしてさ、それでさ、こういう時だけもう確実に押したみたいな時しか使えないみたいにしようかな。それはあれじゃね、エイムリングめっちゃつけよう。え、やばいやばいやばい、今やるな、後でやろう。さあ、ラスト4人でございます。あ、アンチ外れてるよ、ここ。何やってんだよ、何やっちゃってんの、ほんと。なんかいるし、最後はこれで終了か。パレットビーム。おい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 、どこにいるんだね。おいおいおい、やべ、敵がどこにいるのか。家の中、こうやってなっちゃう。え、どっか行ったよ、ワープしたよ、戻ってきた。これ絶対勝っただろ。オーマイゴナス DG キューキル、初見者の皆さん、チャンネル登録よろしく。オーマイゴナス、はい、全員ですタワーリコンでビクロしてやったぞ。Yeah.